まつり先輩もあれ、やっほー。まつり先輩お久しぶり。スペースする？喋る？よくそよくそ。おはよう。おはようございます。今起きたよ、りーちゃん。かわいい。あー、そこいです。めっちゃ助かる。おりーちゃん、まつり先輩会いたかった。まつりも会いたかったよ。チューおはようございます。チュー。朝ごはんは何を食べたいですか、おりーちゃん。服を脱ぎます。やっぱラプチが食べたいな。え、ちょっとやっぱね、若い子の方がいいな。ちょ、それはわかるけど、ちょっとでもおりが、おりちゃん腐ってるからな、肌。くそ、え、ゾンビだから。でも妻ですよ、おり。ええ、誰の？え、まつり先輩の妻だよ。え、でもチョコ先生に言ってたしな。んいや、まつりラプチいるから。ジャックちゃんに勝ってね。多分ね、ラプチはまだ誰のものでもないと思うんだよ。あんじゃ、ラプちゃんのものに。いや、まつりのものになろうね。いや、ラプちゃんの勝ち合いで。まつりのものにならなかったら角ちょっとずつ削っていくよ。ゴリゴリ。俺は雨があるよ、ラプちゃん。雨で釣るな。こっちおいで。よし。ラプちゃん。でも来ちゃうから、ラプちゃんは。赤ちゃんだから。ね、赤ちゃんだよね。若いだよね。若いだよ、ロリロリ。若い。幼い。あ。先輩は、ラプちゃんのデビュー配信、どうと思う？めっちゃ可愛かった、本当に。まず動画のさ、クオリティが、オープニング？うん。もうすごいし、あれ自分で作ったのって言ってたけど、すごいなと思ったし、まあ、声も可愛いし、見た目ももちろんなんだけど、うん。なんかリスナーさんとのもう関係性というか、そういうのがね、もうすでに出来上がってる感じがいいね。殴りたい。だよね。殴りなでなでじゃない、殴り、うん、そう、ラプチは殴りたい。なめなよ、赤ちゃんだよ、ラプちゃん。お尻ペチペチしたい。この、ラプチラプちゃんのこの先輩はやばいぞ。気をつけてね。ってやりたいけど、かわいい。あー、でもそうだよね、かわいかった、ほんとに。高すぎだよ、動画ね。クオリティやば、うん、やばかった。うん。でも、オリーちゃんの初配信の時もすごかったけどね。はい、いや、ありがとう、でも嬉しいよ、求めてチューして。チューする。あ、じゃあね、バイバーイ。え、もう出るの？あ。